中央区赤市町にあるキリスト教の教会及びその聖堂である。教会同盟は聖ヨゼフ。カトリック・神田教会と同じく東京で比較的早い段階から日本人のために開かれていた教会で、現在の聖堂は東京都選定歴史的建造物及び東京都中央区の区民文化財に指定されている。1858年に締結された。 安政のご加国条約によって東京は開け市場に指定された。そのため、1869年築地鉄砲巣は外国人居留地となった。当時キリスト教は近況であったが、1866年から横浜に滞在していたパリ外国宣教会の宣教師ジャンマリエ・マランは、1871年の夏頃、京橋区八丁堀鉄砲巣の稲荷橋付近に消火を、 仮、語学塾を開き宣教のタイミングを待っていた。1873年、キリシタン近世の考察撤去に合わせて、パリ外国選挙会は行動を開始する。翌1874年7月2日、マランは日本政府より、築地居留地35、36番を仮受け、翌月より、制堂建設に着手する。同年11月22日、東京で、 最初のカトリック教会として、築地教会の剣道式が行われ、東京以北の宣教の中心地となった。1877年7月、日本北石戸座大陸の主教に就任した、ピエール・マリー・オズーフは、築地教会に、主教座を置いた。同年12月には、レンガ作りの本格的な聖堂の建設に着手。翌1878年8月15日には、 完成した聖堂で、剣道式が盛大に行われた。この聖堂は、1920年に、司教座が、関口教会に移動するまで、東京大司教区の司教座聖堂であった。しかし、1923年9月1日、関東大震災で聖堂が消失、倒壊してしまう。築地教会の復興は早く、震災1ヶ月後には、バラック小屋を建て仮祭壇を設置し、 震災からわずか52日目の10月21日にはミサを行った。同年11月には仮制度及び住居の建設に着手12月下旬に完成した。その後、1926年11月に新制度の建設が始まり、1927年4月10日に建造された。現在の制度は当時の東京大主教ジャンピエールレの要望により、 古代ギリシアの道理屋敷神殿を忠実に模して木造モルタル作りにて建設されている。なお、旧聖堂時代の石膏の聖ペトロ像は震災の被害を免れて現在も安置されている。また、東京都選定歴史的建造物及び東京都中央区の区民文化財に指定されている。現在の所属神徒数は約400名で比較的小規模の教会である。 郵便番号104-0044東京都、中央区赤市町5の26。ありがとうございます。